手紙とは、特定の相手に対して、情報を伝達するための文書。新書、書簡、書簡、書状などとも呼ばれる。古くは、消息、石徳とも呼ばれた。講義には、封書、はがき、特定の人に向けて回覧する紙幣の全般を含むが、競議には封書のみを指して用いることも多い。特定の相手に渡すとされているものが、手紙であり、 不特定多数に見せたり渡したりする目的を持つものはチラシに分類される。郵便によって宛名を指定して送るはがきや封書が手紙の代表格であるが小さな紙切れを相手に直接渡したり指定された仲間内で回覧するものも手紙となる。手紙に記される内容は例状、招待状、ダイレクトメール、ファンレターなど様々である。手紙が コミュニケーション手段として利用されるには、受信側、発信側双方の識字率の高さ、用紙の入手のしやすさ、運搬者の確保などが必要である。中国では、漢の時代、一尺ほどの方形の木札に手紙を書いた。この方形の木札を徳というため、手紙のことを石徳と呼んだ。日本で石徳とは漢文の書状を指す。女手によるものは消息と言われた。 石徳の名筆に、王儀主の双乱帳や空海の風神帳などがある。なお、現代の中国語で、手紙はトイレットペーパーやティッシュペーパーの意味であり、手紙のことは、真という。英語では風書を意味する、レター、あるいは郵便物を意味する、メールを当てるのが一般的である。ただし、電子メールの普及により、文脈から誤解を生じないときは、メールが、 電子メールを意味することがあり、従来の郵便はややユーモラスにすなるメールと表現されることがある。手紙を書く、和装女性巻き紙で手紙を書く日本では古くは、木管を文字による通信伝達の手段として用いた。薄い細長い木の板に、墨をつけた筆で文字を記したものを離れたところに届けさせたものである。紙の製法はおそらく6から7世紀頃。 紙自体はそれ以前より早く日本に入ってきていたが、木簡は依然として使われ続けた。平安時代になると、紙すきが各地で行われるようになり、都の平安貴族の間では木の板に代わって和紙に文字を書いて送ることが盛んに行われるようになった。こうして木簡から書簡へと通信伝達手段が移り変わっていくのであるが、屋外で用いる荷札や考察には、 耐久性などの理由もあって、江戸時代になっても木の板が、文字のキャンバスとして依然として用いられた。江戸時代には、経済取引の活性化と、広範化や、飛脚の普及により、書簡のやり取りも多くなり、当事者の在所の落ちこち、初代面や基地などの間柄、内容などにより多様な書式、書冊例が存在し、それらの手本となる文例集も出現した。飛脚は、 近代以降の郵便制度と比較して、費用も高額であったため、一般に、書簡内容は案件をまとめて記されることが多い。簡素な内容の場合は、切り紙などを用い封書を行わない、右派書や奥右派書の形態で送付され、長大な内容の書簡は、継紙が用いられ、機密性の高いものは封書により送付される。書簡は飛脚などの配達運送業者を用いて、 送付されるが、経済的や儀礼上の理由で私的な使用人を用いて伝達されることもあった。近代には、郵便制度の発達やハガキの普及などにより、書簡による情報伝達がさらに発達するが、同時に、電報や電話など新たな通信手段が普及し、戦後にはこれに加え、ファックス、携帯電話や電子メールなどの普及により、書簡を直接渡す方式の手紙の需要は、 低下している。しかし各種契約などの重要な事柄は書面原本でやり取りされることが多く、その際には内容証明郵便などの書簡送達手段が用いられる。戦国時代の構成、編集読む順番は本文書で共感となる。日本において郵便法における新書は第4条2項で特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または 事実を通知する文書と定められている。また、総務省は、新書のガイドラインを定め、区分を行うための基準を示している。日本では、新書の送達は、郵便法により、日本郵便株式会社が、あまねく全国に郵送する、ユニバーサルサービスとして指定されている。また、日本郵便会社のほか、民間事業者による新書の送達に関する、法律により、 一般新書便事業への参入が許可された民間事業者も新書便を送達できる。よって、それ以外の総務大臣の許可を受けていない、宅配便メール便業者が新書を配達することはできない。一般の宅配便 u パックメール便 u メールは、貨物自動車運送事業法の宅配便貨物となり、郵便。なお、第三種郵便物、第四種郵便物、 ユーパック、ユーメール等の日本郵便が扱う荷物とともに、新書を送りたいときは、同時配達の制度を利用することもできる。ただし以上の例外として、貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために銃として添付される、無風の添え状送り状は、荷物に添付して送ることができる。例として、次のような文書であって、封をしておらず、 荷物に銃として添えられる簡単な通信文は添付することができる。以上の事項に違反する行為は郵便法で禁止されている。違反した場合には郵便法第4条4項により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される。編集第2本帝国憲法26条では法律に定められた場合を除いて新書の秘密が保障されていたが 日露戦争の後、内務省は、低新省に通帳して、極秘のうちに検閲を始めた。さらに1941年10月4日には、緊急直令として、臨時郵便取締令が制定されて、法令上の根拠に基づくものとなった。また連合国軍占領下の日本では、GHQ が郵送された新書の検閲を、秘密裏に拡大規模に行った。ありがとうございます。